今当館で館長をしております村上もとかし、漫画家の千葉哲也先生だとかブロンソン先生などそうそうたるメンバーがこの中に描かれております。これは大勢の漫画家たちがお花見を楽しんでいるイラストなんですね。このイラストがメインビジュアルとして使われている特別展大満開の漫画家たちが現在石神井公園ふるさと文化館で開催されています。大満開とは石神井公園でのお花見会のこと。特別展には35名の漫画家たちがお花見会での思い出を書き下ろした色紙を中心に漫画の原画などを展示しています。この日は展示について説明する解説会が行われ、学芸員の平沼正美さんが大満開の成り立ちや歴史などについて話しました。大泉の、漫画家の会と、桜の満開をかけて大満開というような名前をつけたというふうに聞いています。誰が来てるのかもうわからないので名札をつけてもらうということで100枚名札を用意したそうなんですね。全く足りなかったということで100名を超えた参加者がいたというのは確実だと思います。世代やジャンルを超えた漫画家が集う大満開の魅力や迫力の原画が楽しめる特別展は11月4日まで石神井公園ふるさと文化館で開催中です。この展覧会は漫画展ではなく漫画家展ということで練馬区で花開いた漫画家のコミュニティを紹介した展覧会になります。なかなか他では見れないもの、聞けない話たくさんありますのでぜひこの機会にご来館ください。